こんにちは。ゆるっと音楽室です。プロフィールはこちら。興味のある方はご覧ください。今回のテーマはこちら。ルネサンスの西洋音楽史について解説します。ルネサンスとは、西洋音楽史ではおよそ15世紀頃から17世紀頃を指します。日本では室町時代から安土桃山時代くらいまでが該当します。織田信長が天下統一を目指していた頃ですね。この時代は人文主義が盛んになり、 教会中心の音楽から個人文主義とは古代ギリシャやローマ時代の古典文学をもとに本来の人間らしさを取り戻そうとする考え方です。つまり神様ではなく個人を重んじる価値観です。この人文主義の登場とともに音楽も今までの宗教音楽から芸術音楽として存在するようになります。そもそもルネサンスはフランス語で再生、復興という意味です。日本では 運芸復興と訳されることがありますなぜ再生復興に至ったのか今回はルネサンスの西洋音楽史について解説しますルネサンスなぜ再生復興に至ったのかその理由はローマ教会の権威が弱まりキリスト教が普及する前の時代の復興を目指したからですローマ教会の権威が弱まった理由は複数考えられますが著名な出来事は十字軍運動の失敗と教会大分裂です 十字軍とはローマ教皇の軍です日本では宗教が原因の戦争はあまり起きたことがないのである宗教の軍隊というとあまりピンとこないかもしれませんが海外ではいわゆる宗教戦争がこの時代でも起きていました十字軍はイスラム教徒に支配された巡礼の聖地を聖地回復という目的で何度も戦いましたが結果イスラム軍の反撃によって失敗しトップであるローマ教皇の権威は衰退します またローマ教皇の選出などをめぐって教会が分裂し最終的には教皇が3人存在する状態となり教会大分裂が起きましたこれらの出来事などにより人々は教会への不信感が強まったためキリスト教が浸透する前の時代の古代ギリシャやローマの古典を研究し本来の人間らしさを取り戻そうと考えましたヒューマニズム人文主義教会中心の価値観から個人を重んじる人間中心の価値観へと変化し ヒューマニズム人文主義がルネサンスの基本精神となりましたルネサンス自体は古代の文化を復興しようとした時代ですが音楽的には古代の音楽に戻るのではなくキリスト教が浸透する前の時代に戻るつまり今までの音楽宗教音楽にとらわれずもっと自由な音楽を作り出そうとする時代となります新卒入社し数年後「このままじゃダメだ」と思い転職活動を始め 本当は自分がどんな仕事をしたかったのか思い出すそんな感じですここからがルネサンス音楽のスタートですルネサンスの音楽今回はルネサンスの音楽を前期、中期、後期に分けて解説します前期はブルゴーニュ学派の活躍中期はフランドル学派の活躍後期は新時代に向けてルネサンス前期ブルゴーニュ学派ブルゴーニュ学派は14世紀末から15世紀末にかけて ブルゴーニュ公の宮廷を中心に活躍した音楽家たちです。ブルゴーニュ公は当時ヨーロッパにあったブルゴーニュ公国と呼ばれる国のポップの呼び名で、代々ブルゴーニュ公は音楽にとても関心があったため音楽を保護しました。ブルゴーニュ学派はこちらの動画、西音楽史中世で解説したフランスのアルスノバとイギリスの和製要素を取り入れて新しい響きの音楽を作りました。 アルスノバとは世俗的音楽が多く作られた14世紀頃の音楽を指します。当時盛んに作られた音楽がシャンソンと循環ンカミサ曲でした。シャンソンはフランス語の世俗的な歌詞の声楽曲です。シャンソン歌手という言葉耳にしたことありませんか料理研究家の平野レミさんももともとはシャンソン歌手だそうです。新人シャンソン歌手による新春シャンションショー。うん、言いづらい。循環ンカミサ曲。 循環ミサ曲は5つある楽章を全て同じメロディーを作って作られたミサ曲です。ミサは先ほども紹介したこちらの動画、西洋音楽史中世でも解説した通り、キリスト教の礼拝の中でも特に重要な典礼、儀式の一つで、基本的に5つの楽章、つまり曲を歌います。1つ目がキリエ。ギリシャ語で、主神という意味で、神に哀れみを凝う内容になっています。2つ目がグローリア。 ラテン語で栄光という意味で神の栄光を称えます。三つ目がクレド、ラテン語で信じるという意味で神に対する信仰を宣言します。四つ目がサンクツス、ラテン語で聖なるという意味で神に感謝を伝えます。五つ目がアニュスデイ、ラテン語で神の子羊という意味で世界の平和を祈ります。これら五つの楽章、曲で同じメロディーを使うことでミサ曲全体に統一感を出しました。 この循環ミサ曲の形式は後のバロック時代以降の曲でも用いられます。ルネサンス中期フランドル楽派フランドル楽派は15世紀中頃から16世紀にヨーロッパ各地で活躍したフランドル地方出身の音楽家たちです。フランドル楽派から誕生した音楽スタイルがツ2模ー様式です。ツ2模ー様式は循環ミサ曲の派生形で循環ミサ曲の場合は5つの楽章曲で同じメロディーを低音パートに用いますが、 ーーー式は1曲中ににパパトトだけでなく他のパートにも同じメロディーを用います卒業式の定番曲「旅立ちの日に」みたいな感じですね「今今別れの時々」みたいなこの2模法様式はフランドル学派の活躍と楽譜印刷の発達によってヨーロッパ各地に浸透しましたルネサンス後期新時代に向けて16世紀後半になると 今までのルネサンス音音楽楽とは異なる新時代に向けた音楽的動きが活発化します。トトレントの公会議ルネサンスの音楽の特徴は複数の均等な西部からなる綺麗なメロディーが特徴のポリフォニー音楽でしたがだんだん複雑化したため言葉を大事にするキリストのミサ曲は宗教っぽい音楽要素が決視されてしまいましたこのことから教会はトレントの公会議でミサなどの教会音楽の簡素化を取り決めました 例えば旅立ちの日にが「今今今今別れの別れの時時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 」みたいな感じでもうめちゃめちゃ何言ってかわかんねえみたいな状態になってしまったのでもうちょっと簡単にしようといった取り決めが行われました。2. マドリガーレはイタリア語の世俗多声楽曲で複数の均等なセーブからなるポリフォニー音楽と違い最上部のセーブが主役となり文学性の高い歌詞と音楽が密接に結びつけられました。 幼稚園の泳ぎ会が欅坂46のようなセンターが存在する発表会になった感じですこの主役が存在する形式ホモフォニー音楽は後のバロック時代の主流となります3器楽曲の登場ルネサンス時代には社交的な舞踏が広く普及し宮廷を中心にさまざまな舞踏音楽が流行しましたつまりダンス音楽の伴奏としして登場します。特に楽器の指定はありませんが人気だった楽器はチェンバロやリュートでした 後のバロック時代では、器楽のためだけの曲が作曲されるようになります。まとめです。ルネサンスの西洋音楽は、オリフォニー音楽、多声声楽が中心で、人文主義が盛んになったことで、今までの音楽、宗教音楽にとらわれず、もっと自由な音楽を作り出しました。つまり、今までの宗教音楽から、芸術音楽として存在するようになりました。また、後のバロック時代に続く、主役が存在するホモホニー音楽や器楽曲の先駆けとなりました。 キリスト教が浸透する前の時代のように、自由に音楽が作られたことで、ルネサンスはまさしく文芸復興を成し遂げた時代と言えるでしょう。いかがでしたかそれでは、See you next time! Have a good time!